どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。今回は美しいボーリングでございます。前回ですね、腕のまっすぐについて説明しました。今回はその腕の形で正しいゼロ歩助走を行っていただきたいと思います。いきなりですね、全部アプローチを取ってやるよりも、もう逆算して奥からですね、ちょっとずつ分解していってやった方が正しい形が身につくので、今回はゼロ歩助走という形になります。ボールが曲がらない方のほとんどの方がですね、足において言えば右足がですね、そのまま残っちゃってるんですね。はい、リリースするときに左足がここにあるのに、右足がそのまま右側に残っていることによって、スイングの軌道を邪魔して外側から回すような形でしか振れなくなってしまうので、ボールがあまり曲がらなくなってしまうんですね。今回はそのこの間説明した腕の形プラス正しい下半身の形を説明していきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、とりあえずですね、もうつま先20枚目に合わせます。つま先を20枚目に合わせてこの間の形を作っていただきます。この時に重要なのは左足に体重を乗せることです。皆さん、この間の動画でもですね、お伝えしたんですけど、右足に体重が乗っちゃう人とか、左足を超えて前に突っ込んじゃう方いるんですけど、必ずうまく左足に乗せて、ここポイントです。今見えました、右のつま先立ちでバランスが取れる。つま先立ちになってるっていうことは、右足に体重が乗ってないということなので、左足に体重が乗ってるということです。この状態でこの間の腕の形です。はい、気をつけをして手のひらを前に向ける。はい、この形ですね。この形でリリースしてあげます。2、3。この時に親指が引っかからないで綺麗に抜けることが大切です。後ほど横からの映像もご覧ください。はい、もう一度いきます。左足にしっかり体重を乗せて、ちょうどですね、リリースするところはですね、つま先の前ですね、つま先の前でフィンガーが離れていくように、親指はもう体のこの足の横ぐらいから抜けかかる感じですね。はい、その状態で投げていきます。1、2、3。はい、で投げ終わってからも必ず左足でバランスを取っているようにしてください。これが重要です。今度は横からの映像をご覧ください。はい、横からの映像です。はい、先ほども言いましたけど、まずは左足に体重を乗せます。その方法として、右足を左足の斜め左方向に引きます。この状態で先ほど言った手の形ですね、手の形をして1、2、3で投げるんですけど、もう注意点いきなり言います。体がですね、グラグラしないことです。ここが体幹を意識するポイントですね。はい、左足はもちろんなんですけど、お腹に力を入れてスイングした時に体がグラグラしない幅のスイングでやってあげましょう。いいですか。悪い方法として、いきなりこうスイング振っちゃう人、こうやって振っちゃうとですね、体がすごいブレてしまうので、これだと何の意味もないんですね。ですので、もうボールを真下に下ろしている状態から、それで この間の形セットしてください。この状態から小さく振って体が動かないポイント、この幅で振ってあげることがリリースの練習にもなりますし、体幹も鍛えられるんですね。はい、この形で1、2、3でリリースです。はい、抜ける位置も真下じゃないです。足の先でリリースしてあげることによって、指を伝ってボールが転がっていきます。もう一度いきます。はい、ポイントは左足に体重を乗せること、お腹でしっかり上体のバランスを取ることです。いきます。はい、まずはですね、足の形作っちゃいますよ。左足に体重を乗せてバランスを取ります。その状態から手をしっかり、小指が太ももにつく形にしてあげましょう。この状態で1、2、3でリリースです。はい、で必ずボールが向こうにつくまで左足でバランスを取ってあげることが大切です。
はもう体のこの足の横ぐらいから抜けかかる感じですね。はい、その状態で投げてみます。1、2、3。はい、で投げ終わってからも必ず左足でバランスを取っているようにしてください。これが重要です。はい、ということで後ろからと横から説明いたしました。大切なのは腕において言えばやはりですね、この腕のまっすぐの形を作ること、そして足に言えばその腕をですねしっかり触れるように左足に体重を乗せて上半身が動かないようにお腹に力を入れてこの土台を作ってあげることが非常に重要です。そしてポイントは何といっても右足ですね。この足が避けれないと脇が締まってまっすぐのスイングができなくなるので、必ず右足は左斜め後ろに、目安としては膝の左膝の後ろに右膝が来るように、くっつけなくていいです。はい、延長線上に来るような感じにしてあげるとまっすぐというか斜めに引けていると思います。はい、ですのでボール曲がらないで悩んでいる方はですね、まずこの下半身ゼロ補助走で大切なのはリリースの練習もそうなんですけど、それを正しく行える下半身のトレーニングにもなってますので、ゼロ補助走を正しく行うためにまずはですね下半身見直してみてください。ということで今回の美しいボーリングは以上となります。次回は一歩助走お伝えしたいと思います。それまでに一生懸命練習してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。